皆さんおはようございます。本日は初めに、ブルガリア共和国女子レスリングナショナルチームの強化キャンプ実施について、お知らせをいたします。岡山市では昨年度より岡山市ナショナルチームとキャンプ誘致推進事業補助金、制度を創設いたしました。2020年の東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ誘致を進めているところであります。この度、岡山県レスリング協会が補助事業者となり、5月14日から28日の間、 IPU 環太平洋大学学校法人関西学院関西高等学校岡山県立、高松農業高等学校を練習会場として、岡山市のホストタウン相手国であるブルガリア共和国の女子レスリングナショナルチームの強化キャンプが行われることが決定しましたのでご報告いたします。今回のキャンプは選手8名、コーチ2名の計10名体制で実施され、リオオリンピックに出場した選手も参加する予定となっております。昨年度のバドミントンナショナルチームに続き、ホストタウン相手国であるブルガリア共和国からお越しいただけることは、より一層交流の促進の表れであり、大変嬉しく思います。またキャンプ期間中には IPU 環太平洋大学レスリング部員や地元高校レスリング部員との練習も予定されているとのことでありますので、この機会を通じてレスリング競技の進行が図られるものと期待しております。本県は先月の BMX フリースタイルパーク日本代表選手の強化キャンプに続き、今年度2件目のキャンプ誘致となります。今後も関係機関と連携し、ナショナルチーム等のキャンプ誘致を進めてまいります。続きまして、西川緑道公園筋歩行者天国歩行店と県庁通りのにぎわいづくりについてお知らせをいたします。西川緑道公園筋歩行者天国歩行店は平成27-8年度の社会実験を経て、昨年度から市民主体の実行委員会を設立し、定期開催をしています。昨年度はグルメ、スポーツ、子どもなどをテーマに計5回開催し、平均で2000人近くの方々が訪れるなど、多くの方にお越しいただきました。皆さん方には資料をお渡しをしていると思いますが、数値的に見ていただいてですね、27年度の社会実験の時は平均して749人、そして28年度で平均すると3回、これを平均すると1061人、29年度は5回行い、平均すると1728人ということであります。定着をしてきたのかなというように思っているところであります。また同じく、添付させていただいておりますが、来訪者へのアンケート結果ではおおむね8割の方から満足、もしくはやや満足とのご回答をいただいており、民間ならではのさまざまなアイデアや企画がこうした評価にもつながっているのではないかなと思っております。今年度も5月27日をはじめ5回の開催を予定しており、市民主体の実行委員会による企画実施により、西川緑道公園界隈のより一層のにぎわい創出や魅力発信につながることを期待しております。なお5月27日は西川緑道公園を会場とした花緑ハーモニーフェスタ in 西川も開催されます。同フェスタではフランスの食文化や雰囲気を気軽に体験できるイベント等が行われます。皆さんのお越しをお待ちしております。次に県庁通りのにぎわいづくりについてですが、歩行展が開催される5月27日には県庁通りの沿道
駐車場をお借りして、見立てを変えれば街が楽しくなるをテーマに、県庁通りの魅力とポテンシャルを再発見し、将来のビジョンを地域の皆様と一緒に考えることを目的とした県庁通りデザインミーティングを開催いたします。当日は沿道駐車場内で県庁通りの近未来を体感できるマーケットを開催し、引き続き夕方からは建築家であり街づくりなど全国で幅広く活動されている馬場正隆さんや県庁通りの沿道事業者の方々に参加いただき、県庁通りの将来について公開会議を行います。公開会議は誰でも傍聴可能であることから、将来の岡山の街づくりを考えるきっかけとして多くの方の参加をお待ちしております。最後にグアム巡守への訪問報告をさせていただきます。去る5月6日から9日の日程で岡山市民友好親善訪問団を派遣し、私も団長として5月の6日から8日の日程で訪問いたしました。でグアム巡守では市民の皆様や市議会の訪問団とともに岡山市の魅力を PR したほか、グアム大学の学長と会談し、学生と交流するなど、市民と行政が一体となって交流を深めることができたと考えております。私からは以上です。